グロリアス・スワンソンはアメリカ合衆国の女優である。サイレント時代に活躍した。イリノイ州シカゴにて、スウェーデン系の父親とポーランド系の母親の間に生まれる。出生名はグロリア前、ジョセフィーヌス・スワンソン。プエルトリコ、シカゴ、キーウエストなどで育つ。学校を終えた後はデパートで販売員として働くようになる。特に小ビジネスに 興味はなかったが、1914年からエキストラとして映画に出演するようになる。1916年にロサンゼルスに移り、マック・セネットのコメディなどに出演。1919年にパラマウント映画と契約。セシル・ビー・デミルに見出される。身長約150センチと小柄ながら、豪華なセット、衣装を用いたゴージャスな作品で人気を博す。 週に100万ドル稼ぎ、100万ドル使うスターと呼ばれた。1916年に俳優のウォーレス・ビアリーと結婚するが3年後に離婚。2度目の夫、実業家ソン・ボーンとの間に娘グロリアを出産。出産後もスターとしての人気は衰えず、初めての子持ちのスターでもあった。3度目の夫は、アリシヒのナポレオン撮影中、フランスで通訳を務めた。 クードレイ公爵アンリ・ドラ・ファレーズ。貴族と結婚した初めてのハリウッド女優だった。この結婚と同時期にケネディ大統領の父親であるジョセフ・ P ・ケネディと不倫の関係にあったことを50年後に出版した時点で初めて明かした。関係は3年続き、カトリックであるため離婚のできない彼のため身を引いたという。4度目には、 マイケル・ファーマーという男性と結婚し、二人目の娘、ミシェルを儲けるが三年で離婚。五番目の夫、ジョージ・ウィリアム・デイビートは45日間しか共に生活しなかったという。最後の夫となったウィリアム・ダフティは作家、脚本家で彼女の死まで共に暮らした。1950年のビリー・ワイルダー監督作品、サンセット・オー・ドーにおいて、サイレント時代に活躍し、 忘れ去られた女優という彼女自身を投影した役でカムバックした。この作品でゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞、アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。その後は主にテレビを中心に活動を続けた。遺作は本人役で出演した映画エアポート75、1983年に心臓病により死去。ありがとうございます。